俳優の成田凌が主演を務めるカンテレフジテレビ系脱10ドラマ転職の魔王様、毎週月曜あと10時の第6話に宮野真守と西垣匠がゲスト出演することが19日決定した。宮野は転職王子の異名を持ち、7回目の転職に挑むメンタル最強のトップセールスマン八王子同棲を、西垣は宮野演じる八王子の後輩でなかなか契約が取れない不動産会社の若手営業マン小池を演じる。同作は転職の魔王様の異名を持つ毒舌敏腕キャリアアドバイザーが、求職者の仕事や生き方への悩みを辛辣な言葉で一刀両断しながらも、働く自信と希望を取り戻させる心揺さぶる転職爽快エンターテインメント。成田は転職エージェンシーシェパードキャリアの凄腕キャリアアドバイザー来栖嵐を演じている。